むちゃくちゃ難しくなかった？いや、難かったっす。こんなに難しいセンター、まあセンターじゃないんだけども、ないよね。初めてですよね。そうですね。しかも制限時間的に考えても、ちょっと大変かなと思いました。いや、これ、自分の実力がないみたいに思われるかもしれないんだけども、俺ね、間に合わなかったよ。ああ、うん、あ、じゃあ最後の1問、まあ、解説どうやってやろうかなって考えながら解くから、はい、まあ、時間かかるんだけども、それでもやっぱり、こんなに時間がかかったの初めてやね。うん、じゃあ、早速行こうぜ。はい、お願いします。お願いします。iPad を動かしながらいきます。んで、マークの1から何選んだ？その「あ」からです。あ、そうだ。あ、何入れた？あが「う」で。利子で、まあまあ、始皇帝に使えたからってわかるよね。始皇帝に使えてて、んで、うで。で、Z にしました。なので3番にしました。これはまあ支障ないよね。これ全然簡単で解説いらないでしょ。で、マーク2は、1から処理して。1が、医薬占いのものは焼き捨てて、医薬占い農業関係のものは焼き捨ててない、だけ焼き捨ててないみたいな。だよね、実学関係のものは、実学関係は残してるもんね、焼いてないもんね。そんで、②は？②は、教皇の市場権が確認されたのはトリエント公会議。OK、これトリエント公会議やね。とりあえず、教皇が言うこと絶対トリエント公会議。OK、3は ?3 を正解しました。OK、3成分正解だよね。4は ?4 は、イギリスじゃなくてアメリカ。じゃあね、マッカーシーアメリカやね。これは簡単だよね。OK、次行こっか。そんで、ここだよね。この福さんが最初、まあちょっとまあ文章にしたんで、PDF 読んでもらった方が早いかもしれません。回答載せてるんで、湯気塾ホームページに、もしくは Twitter で。あ、そっか、ツイッター修正しないといけないんだ。まあいいや、とりあえず YouTube ライブやろう。これ、周波を何した？僕は2にしました。これ2にした理由は？ 2 にした理由が、そのリード文のところに、うん、まず自由な経済活動を司馬遷は重んじてたって書いてあったので、うん、その3、あ、じゃなくて2の国家による物価の統制を図ったっていうのに対して批判するかなっていう。はい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 。はい、いや確かにそうだと思うんですよ。確かに、自由な経済活動を重んじと書いてあって、じゃあ当時自由じゃない経済活動どれかっていうと、確かに2の平準法だよね。これは国家が物価に介入するので、まあ、統制経済っぽいよね、確かにね。統制が入ってるね、確かに。で、これは確かに2が正解なんだけども、確かに。よいしょ、あれなんでだ？あ、そっか。2なんだけども、湯気は3にしたんですよ。で、今でも、いや、3でもいいんじゃねえかって湯気は考えてる？これ、チャット、聞こえてる人います？もしチャットできたらチャットしてもらっていいですか？今、12人聞いてますけども、ちょっと確認したいんで、あ、11人に減った。いや、湯気が3にした理由は何だろう、周波優。あ、先生の理由ですか？俺の理由、お前が説明してくれ。僕が、先生先ほどおっしゃっていたのは、中国では伝統的に商人が蔑視されるとあるので、まあ、司馬遷が、で、商人が蔑視されて、で、商人が蔑視されるっていうのは儒教だろうと。はい、で、司馬遷は商人を肯定してるから、そこの部分に関しては儒教を否定的に見てるんじゃないかな。つまり儒学を否定的に見ててもいいんじゃないかなと思って、はい、3も正解ではなかろうかというふうには思います。はい。はい、こう大学入試センターは何て言うんですかね、今回。これちょっと、確かに僕も2と3で3も切れるわけじゃないなっていうのはありました。まあ他の予備校さんはまだ全然出てないんで、まあ、うちがダントツ早いんでね。そうですね。ちょっとご意見いただきたいですね。よし、では、ちなみに回答速報ってね、最初に出した予備校が間違うと他の予備校も間違うっていうね、多分真似てんだろうね、あれは。まあ僕たちの多分真似られることはないと思いますけど。よし、行こう行こう。マークさん、受験生の時間は貴重だ。マークさんは終わった。で、マーク4か。これ難しくなかったこの文章というか。これすごい時間取られたと。時間取られたよね。まあ、はい、問4に関しては全然簡単なんだけども、問4はあいどっち？問4はあにしました。これはまあ簡単でしょう。だっていはどう違う？あ、ちょっとそういう、僕の根拠は。あ、そうに、あれ違くて。僕の根拠は何？僕の根拠はこの文章中になんか没収されたみたいな記載があったので、教会財産の没収のことかなっていう。だけど前提とした思われる歴史上の出来事だから、別にそもそも書いてなくても。これまず、国王が処刑されたっていうのが、あ、面白い動画館が聞いてくれてる。ありがとう。国王が処刑されたのは国民公開だもんね。はい。確かに。だし、強制の成立の宣言も国民公開だからは、いわ5分で、それで、XYZ。これ難くない？どうぞ。これ難しかった。僕は Z にしました。はい、Z。なので3番です。理由は、まず、これなんかちょっと世界史じゃないと思ったんですけど。これ原文だよね。そうですね。うん、文章中に、うん、じゃあ X 消してよ。あ、はい。なんか3つの可能性が考えられますみたいなところで。3つの可能性が考えられますと。で、X は村の領主の資料ではなく、農村共同体の資料であるって書いてあるんですけど、うん、なんか文章では、うん、まあ、そんなこと書いてなくて。まあ、こう逆のこと書いてるよね、はい、その農村共同体の資料、農村共同体の資料っていうのはないよって書いてるよね、頭の冒頭の方に。はい、農村共同体の文書資料が保有していることは珍しいことですと。これは X が違って、で Y はY は、これも2段落目ぐらいに書いてあって、はい、俗人の話はなんか、村を支配していた領主が教会である場合ではなくじゃなくて、うん、領主の所領が教会に属していた場合って書いてあったので、なんか逆かなっていうか、教会なのかなみたいな。問題の Y のよりよく保管されてる、はい、よりよく保管されてるっていうのが、問題文の最も望ましいのは第一の場合ですってあるから、第一の場合っていうのは、ここやね、まず、教会の、領主の所領が教会に属していた場合って書いてるから、で Y は違って、まあ、Z だよね。まあ、Z はまあ、ここですね。この今、赤いマーカー引っ張ってるとこが Z のことですね。ゆえに、回答は3ですね。OK。で、次に、マーク5は、嫌われた体制は ?4 の。貴族が第二身分とされてる。これもフラカクの話だからね。なんかこんだけ難しい問題なのにさ、なんかもう2とか3とかいう選択肢とかさ、もうふざけんなって感じじゃねえ、なんかなんかバランスが悪いというか。ああ、なるほど。確かに。うん。OK。よし、じゃあ、マーク5は4でしたと。サクサクいこう。受験生は明日がある。マーク6ですね。これどれ選んだ？これ2にしました。理由はどうやって解いた？まず、初めて500万ポンドに到達したのは、表から1776円って書いてあったので。そうだね、初めてここだよね。で、選択肢1から見ていくと、うん、1が、このイダルゴの放棄とかメキシコスペインから独立した話は、うん、まあモンロー宣言とかの1823年あたりとか。1815から30の間だよね。ウィーン体制が盤石な時期の例外として中南米の独立があって、ウィーン体制が盤石な15から30で続けて なので、まあ、これ19世紀ぐらいの話だってことで、うん、76年ではないで、丸2を正解して、うん、ボストン茶会事件、まあ、正確な年号は別に覚えてないんですけど、うん、まあ、1776年独立宣言、うん、代用して、で、これかなっていう。1763じゃねえぞ、76年。まあ、76年ね。はい。OK。1763はフレンチ・インディアン戦争パリ条約ね。まあ、はい、それぐらいだよね。ちょっと俺の指気持ち悪くね、これ。いや、これ、別にそんなことないです。キモいんだけど、ごめんなさい。3どうぞ。3が、これは19世紀の話かなって思って。トルコマンチャイ条約って、ロシアとカージャルチョの戦争じゃん。はい。ロシアがカージャルチョに攻め込んだタイミングが1826ぐらいなんよ。あ、はい。これなんでかわかる？第4年号何使う？1825。何？ 1825。なんだっけ？ニコニコデカブリスト。ああ。デカブリストの乱でさ、ロシアが、まあ、混乱するわけじゃん。まあ、反皇帝勢力が放棄するわけじゃん。で、それは確かに鎮圧したんだけども、このままだったらロシアまたバラバラになるなっていうことで、急ぎ敵を作って固めようとなったわけよね。だから、うちが固めるために外に戦争しに行ったよね。それが、このロシア・イラン戦争で、デカブリストの乱を代用すればいい。トルコマンチャイ条約は多分、26か27か28か29かそれぐらいなんよ。デカブリストの乱の後なんよ。4は、まあ、ウィーン会議で1815年くらいで、まあ、違うかなと。いや、まあ、ウィーン会議だからね、いわゆるウィーン会議で1814から15だから、マーク6の回答は2と。OK、なんかこれグラフ問題なのかって感じするけどね。そうっすね、無理やりみたいな。無理やりみたいな。まあ難しいよね。作問者も大変と思うけど。で、マーク7いこうか。何選んだ？マーク7は、これちょっと難しかったです。3にしました。3にした理由は何だ？まず、1750年から321年かけてのグラフで、うん、で、で、100万ポンドを下回り続けたのが、第二次英仏100年戦争の時期。っていうか、まあ、この、さあ、1750から1821の間にさ、まずイギリスとロシア戦争してないよね。はい、はい。だロシア消すじゃん。1に消すじゃん。と、3、4になって、どっち選んだ？ 3 にしました。理由は戦費のために大量に吸ったのかなっていう。まあ、だろうね。戦争の時にお札するからね、基本的にね。イギリスとフランス、イギリスのフランスに対する戦いのために、まあ、殺すったよと。まあ、ここら辺は何だろうね。まあ確かに、今まで、まあ、慶応経済っぽい問題で、なんかちょっと考えさせる問題かな。まあ簡単だけどね。まあいい問題じゃない？まあちょっといい問題じゃない？ OK？ はい。よし、行こう。なんか、伝説の浪人生から。あ。バックレてよかった。バックレたやつがおるやね。敵伝説を起こした。伝説ですね、それは。逃げんな、逃げんな。もう俺も今日辛かったんだから。めっちゃあれなんよ。東大で受験やったんやけどさ、場所が分かんなくて、中で。で地図見て、いろいろさ、探してたんだけどさ、めっちゃ話しかけられるの、職員と勘違いされて。俺も場所分かんないんだけど、みたいなさ。マーク8行こう、マーク8。はい。どれどうやって解いた ?1 にしました。1にしました。理由はまず、2が安城で。まあ、2はアンやね。で、これまあ1852だから絶対ビクトリアで。はい。続けて。で、安城は18世紀なので。まあ、ゆとりひと条約代用してもいいよね。はい。違うわ。スペイン継承戦争。スペイン継承戦争だから、まあそれでもいいか。1701からのスペイン継承戦争が安城戦争だから、OK、1701で。統一王は、エリザベス女王。OK、エリちゃんで、これは無敵艦隊、アルマダ海戦、以後阻まれた入れて、ハノーバー朝はジョージ一世なので。まあ、アンが死んだ後に、後継ぎがいなかったから、かわいそうなアンで。で、これ1713だよね。あんまり1713ぐらいだよね。はい。アンの死後だから。まあ1やね。OK。よし。次行こうぜ。マーク9かな。どうぞ。3にしました。3。中国で、これなんで3にした ?1 から消してって。日本産の銀が大量に中国に流入したかな。逆だよね。で、丸2は丸2は、これちょっと、後期帝の時期かなって思って、まあ、後期帝、養成帝の時期だよね。後期帝の時期だよね。だから、銀がいろいろ08後金建国で、絶対それよりも後ろだもんね。はい。まあ、後期帝年号入れるならば、一路爆心にいるチンスケ条約。OK、3は3は成分にしました。これ何のこと一条弁法。そうやね。銀に一本化で一条弁法で。で、本文は3が正解だよね。16世紀だから、はい、大航海時代で銀が入ってきて。4はアヘン戦争いつ ?4 はアヘンに走れで1840年。アヘンに走れで1840だから、その前としても全然時代が違いすぎると。OK。よし、マーク9は終わった。OK。マーク10いこう。マーク10どれ選んだ？これちょっと分かんなくて1にしました。そうだ、ごめん、ちょっと戻っていい？マーク8の回答が、まあ、1713ぐらいなんだけども、そうだね、ジョージ一世だね。失礼。浪人から教わった。浪人じゃねえや。まだ終わってない。伝説の底辺浪人生、まだ終わってないよ。みんな英語やってるよ。お前何やってんだよ。英語受けろよ。見てんじゃねえよ。なんだっけ、マーク9が終わって、マーク10は？マーク10を1にしました。1にした？マジで？なんで1にした？なんかまず、王が半稜線なんで、秦っていうことで。まあ半稜線だから秦だよね。で、かが、交渉の材料紙って、なので、で、金か青銅かってちょっと分かんなかったので、金かなっていう。いや、青銅でしょう。回答は3だよ。え、だって、ちょいちょいちょい。まあ、金ってさ、取れるとこって、え、中国金取れないじゃん。金本位制ってイスラムだよ。まあ、現在金本位制になったけども、そら、身体、カリフォルニアのゴールドラッシュとか、オーストラリアのゴールドラッシュとかもあったけども、金は基本的にイスラムと、あと日本がまあ一時期ちょっと取れたよね。中尊寺、金色堂の時代。はい、これ聖堂やね。うん。OK。マーク10の回答は3でした。ワミスイマのところ。そうですね。いや、でも、はい。行こう。マーク11行こう。マーク11は4にしました。ケマル・アタチュルクやね。はい。どれが違う ?4 にしました。アラビア文字じゃなくてアルファベット。そうやね。アルファベットにする。だってアラビア文字を使わせたくないんだもん。なんで？近代化にならないから。ああ、じゃあ、何？アラビア文字が読めなくなると近代化すんの？近代化する。どうして？コーランを読まないから。そうそう、コーラン読めなくしたいわけよね。脱イスラムから脱却します。それが近代化、西欧化。で、コーランがアラビア文字で書かれてるから、アラビア文字読めないようにしようねがアルファベットの導入やね。OK。11の回答が4でした。よしよし。行くぜ、行くぜ。明日ね、数学理科あるやつはいるからね。マーク12が、もうこれ、今年絶対出ると言われてた。あは何？ペスト。これ間違ったやつかかって死ねえって感じよね。ほんで、ペストで、作者の名前は？作者の名はボッカチオ。1348年だから絶対ボッカチオのデカメロンで、で、文化の特徴は？T で人文主義の思想が基調となっている。まあ、ダーウィン19世紀だしね。はい、人文主義ってこの場合何？どういうもんなん？なんか、開放的に行こうぜ、みたいな。あ、そうそう、エロいいんじゃん。もうエロも認めようよっていう、まあ、人間だしみたいな。うん、だから、E と T で、回答は4ですな。OK。マーク13いこうか。どうぞ。あ、でもペストだよね。O はペストで。はい、そんで、XYZ 消せ。まず X は地域や性別を問わず同じ症状であったってこう書いてあるんですけど、うん、もうリード文ではなんか、うん、鼻から血出すものは間違いなく死んだ、うん、よしでした。しかしフィレンツェでは兆候が違います。これあ、そうですかみたいな。現代文だよね。そうですね。ちょっとこれちゃんと読めてます。はい。まあ別にいいんだけどね、世界史も現代文も混ざった問題はいいと思います、僕は。これまあ、地域によって違うよと。そう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 。昔は地域によって病気がね、違ったかもしれないけども、今、ね、イギリスの変異型が入ってきましたみたいなね、変わんなくなるんだろうね、今はね。Y は？ Y にしました。OK、じゃあ Z 消してくれ。Z はアメリカ大陸からヨーロッパにもたらされた病は梅毒。梅毒やね。梅毒のヨーロッパに入ってきた都市はじゃあそうだよ。わかるって。入ってきた年。1492年だよ。ああ。コロンブスが行って一番最初に持って帰ったものが梅毒やね。で、O と Y だから、5番ですね。なんか違う、なんか、あ、5にしました、僕も。5だよね、あそこ。はい。5か。やべえ、もう疲れてる。昨日2連勝って緊張して、生徒に緊張するなって言ったのに、俺が一番緊張してさ、間違ったらどうしようと思って。マーク14いこう。はい、1から消せ。1がインノケティウス3世じゃなくてベネディクトゥス。あ、まあ、モンテカシノを作ったのはベネディクトゥスだし、っていうか、モンテカシノの年号どうする？10世紀ぐらい。いや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 、だってモンテカシノ修道院って一番古い修道院だから、はい、幸福祈礼ベネディクトゥス、これ覚えなきゃ。ああ。イン3はイノケンティウス3世の大年号はちょっと待ってください。覚えてます。お、思い出せ。1348。ひげえ、1215だよ。だって、インノケンティウス3世がジョン破門したじゃん。ジョン破門してるから、マグナカルタは代用すればいいよ。だから、1215と529じゃだいぶ違うよね、と。2は ?2 にしました、正解。OK。じゃあ、3、4消せ。3は、クロービスは、なんか、アタナシウス派に改宗した人なので、もうなんか、すごい前。12修道院と全然関わりがないよって根拠は？根拠。クリニー修道院は、なんか、腐敗したキリスト教徒を改革みたいな感じなんで、クロービスなんか、古すぎるなっていう、そういう。クロービスはさ、まあ、アタナシウス派に改宗しましたよっていう、その、アタナシウス派に改宗しましたで、その後、フランク王国が発展していくわけじゃん。800よりも前じゃん、絶対に。はい。で、改革運動は絶対962より後でしょ。言って意味わかる？ 962 より後。962ってだって新生ローマ帝国成立じゃん。ああ、確かに。改革運動ってだから、皇帝が人事権持つのか、叙任権持つのか、教皇が叙任権持つのかって揉めるのが改革運動じゃん。聖書も読めないやつを大司教にすんじゃねえよっていうのが改革運動じゃん。ちゃんとした坊さんをちゃんとしたポジションにつけようが改革運動だから、聖職叙任権闘争だから、962以降だよ。なるほど。OK。4は ?4 は、ヘンリー8世の話。ヘンリー8世やね。ヘン8が修道院を解散させ、財産没収し、ヤフオクにかけてと。3とかいい問題だよね。多分、今回共通テストで思考系の問題を言えないかんってなって、多分こういう3みたいな問題があって、これ昔のね、昔のね、センター試験の初期の頃でこういういい感じの問題が多いよ。湯気塾ずっと演習でこうやるから、多分今年はあれやね、難しかったけど、他との差が開いたね。うちの塾やっぱ強えわ。マーク15いこっか。さあ、誤ってるのどれだ？マーク15は4にしました。理由は仏教じゃなくて儒教の理解を取る。これ簡単すぎるだろうっていうね、もうちょっとひねってほしいよね。儒学ね。中学のテストだもんね。マーク15は4でしたと。OK。そんで、マーク16か。これもちょっとなかなか難しかったよね。読むの時間かかったよね。確かに。マーク16、どれなんだ？僕2にしました。お、根拠聞こうか。まず、文章を読んでいくと、農民の覚醒については、何をこれに注意し、何をまたこれに留意した。すなわち、E はこれが覚醒を促せに努め、U がこれが覚醒を防圧する。頭の方読んでるよね、今。はい。OK。しっかり、発声を、この放送は今29人しか聞いてないけども、多分1万人ぐらい見るので、よろしく。はい、そうした。で、農民の覚醒を、防ぐ方は、まあ、完了かなって。そうだね、農民、だって、まずチャーリーの方でさ、チャーリーが絶対、これまず、19世紀の話じゃん。まずだって、濃度解放が、農会があって、これがアレニじゃん。で、その間ってあって、アレニが1861でしょ、農会が。で、これは19世紀の話で、で、そうなると、まあ、絶対この無併合、無賠償、あ、無併合、無賠償、無償金、民族自決は消えるんよ。と、1、2になってブナ労働じゃん。はい、で、ブナ労働で、覚醒する側と覚醒を止める側だから、当然、覚醒する側が革命家だから、意が革命家だよね。うん。はい。シュウ・ハイユが言う通りだと思います。なので、うん、まあ、まず、イとウの順番決め、あ、で、それでもう決まりですね。ですね。いいですね。OK。2だ。ごめん、なんかずっと寝てないし、もう今日緊張でもうなんか、ごめん、なんか言葉が回ってなかったら申し訳ないけど、お互いハキハキしようぜ。はい。OK、マーク17行こっか。もう入れちゃったよね。アレクサンドル2世だもんね。はい。今回は。そんで、これ1861で、で、XY どうする？クリミア半島を獲得したっていうのは、まずアレクサンドル2世の前にクリミア戦争があって、あ、いいね。負けてるので、まあ、それはありえないかなっていうのと。だって1853で、1853のクリミア戦争が確かにアレ2の前にあって、もうロシア領クリミア半島だもんね。ロシアの軍港セバストポリ要塞だもんね。おっしゃる通りだね。クリミア半島獲得って、まあ、エカニとかだよね、主に。まあ、ピョートル大帝も若干クリミア半島近く取ってるけども、回答 X やね。こうカラフト千島交換じゃなくて1875ぐらいだったじゃないかな。はい、で、イと X で回答は3だね。はい。よしよし。OK、半分越したぞ。行こうぜ。これもまたむずいかったよな。マーク18。マーク18は1にしました。なんで1にした？もうこれ、まず、ジョージ・オーエルだったので、うん、ジョージ・オーエルの、時期が、1903年から1950年なので、でまず2の。あ、これね、あ、そっか、文章に1903年から1905年ってあって、OK。で、で、2の中華人民共和国で文化大革命が起こったっていうのはもう、この時点で。うん。文革は1966、ムム文革だから。はい。続けて。で、3の開発独裁の国が出現したのも、さすがにもうちょっと後っていう。そうだよね。開発独裁の走り、最初って多分、パク・チョンヒとかで、あれが日韓基本条約代用すればいいから65だもんね。はい。うん、で、まあ、4も、キム・ウィルソンから、キム・ジョンイル、キム・ショウニチやね。はい、これ、俺が大学生の時やね。大学1年の時やね。なんで、1976年生まれの俺が19の時だから違う。回答は1。いや、俺、これ今、大学1年の時、この4のイベントがあったんよ。けど俺知らんかったよ。テレビ見てないから。なんでテレビ見てなかったかというと、まあ、あの時代テレビしかないのにテレビ見てなかったかというと、俺、カメロンにしたんよ。あ、そうなんですね。実は知ってた？いや、知らなかったです。で、大分大学の歩いて2、3分のとこに住んどって、試験が大分大学だったらいいなと思ったんやけど、ね、めっちゃ遠い大分医科大だったんよ、試験が。でバイクで行ってる最中に俺、跳ねられたんよ。すごくない？仮面浪人でセンター試験を受ける最中に車に跳ねられたんよ。あ、それで受けられなかったってことですか？いや、跳ねられて、血だらけになって、俺。で、病院に連れて行くって言われたんやけど、跳ねた人がね、はい、おばちゃんが、いや、もう、試験会場に連れてってくれって言って、その跳ねた車に乗せられて、大分医科大に着いたんよ。試験会場の。はい、で、俺、血だらけじゃん。はい、で、試験会場着いたんやけど、大分医科大学だったから、その俺、患者と間違えられて、わかる？血だらけだったから、患者と間違えられて、なんか病院の方に連れて行かされて、違う、ここじゃないって言って。で、血だらけで俺治験受けたんよ。そう。で、結果は、なんか現役の時とほとんど変わらずに、だから大分大学にそのまま残ったっていう。ああ、なるほど。はい。そうなんです。だから皆さん、交通事故に気をつけましょう。はい。じゃあ、マーク18の回答は1でした。まあ、これあれだよね。社会主義体制の抑圧だよね。まあ、文章から見てもそうだよね。ですね。まあ、シューハイブがね、2、3、4きれいに切ってくれたけど、マーク19以降。で、マーク19が2にしました。これどうやって解いた？これまず、一番最初の、問題文の一番最初に、18世紀の中国の朝廷は大規模な図書編纂事業を行ったってあるので、まあ、18世紀っていうのを、まず考えると、執行全書権流帝だろうと。はい。で、永楽大典は、まあ、明代なので、まあ、18世紀なわけなく。まあ、明はね、まあまあ、理事制の乱で滅ぶけども、大体、清が台頭してきてからでいいので、いろいろぬるはち後金建国でもう滅んでると考えていいし、まあ、17世紀はそんな活発に、17世紀までだから、本は18世紀だから。まあ、建立帝は1757公主一項政策使えばいいよね。で、56はで、史実眼は、これもう、宋の時代なんで、まあ、10世紀とか、そういうめちゃくちゃ古いので、3、4、5、6を切りました、まず。OK。ハキハキ王勢、ハキハキ。はい。1、2でどうしたこれから。で、1、2は、もうこれはなんかちょっと文章を読んで考えたんですけど、まあ、変わってる場所が、羽衣を着て、六をはみが、とか、左前の服を脱ぎたいとか、肝心の衣装とかのところが、変えられてるので、2の異なる風俗を強制された事実を想起するのを避けるためっていうのにしました。っていうか、まあ、建立帝の時代に、そのね、秘密条約結んでることないからね。外国と盟約を結んでいたことを隠蔽するってことはないですね。そんな19世紀のね、帝国主義時代の秘密条約じゃないですからね。回答は2ですね。OK。よし、行こう。で、マーク20。これも簡単だよね。どうぞ。2にしました。根拠どうぞ。資料の第43条に、ルーマニアの独立を承認するってあるので、セルビア、ルーマニア、モンテネグロが独立したサンステファノ条約の話かなって思って、ロット戦争で丸2にしました。そうやね。セルもだから、ロト戦争、サンステファノ条約で、そんで、マーク21は？で、これが、ちょっと丸2にしたんですけど、ブラボーね。はい。ブラボー場所どこなん？国どこなん？ブルガリア。で、続けて。で、まあ、ロシアが南下するために始めたのが露頭戦争なので、まあ、ロシアが地中海からエーゲ海に出れる方を選んだら B。そうだよね。そのロシア結局ことごとく地中海出られてないからね。アルファもありえないし、そっか。アルファはこれアルバニアか。まあ、チャーリー出るとありえないよね。まあ、サンステファノ条約、改めベルリン条約で、ブルガリアのその自治権が変わったよね。ブルガリアの保護権が変わったよね。最初、ロシアがブルガリア持ってたけど、ブルガリアの外交権持ってたけども、第一条。ブルガリアはスルタン陛下の主権のもとに、と。だから、オスマントルコにブルガリアを返しましょうってことだよね。OK。で、マーク22は？マーク22は3にしました。根拠は？A が、まあ、イタリアじゃなくてオーストリアで、オーストリアがボスニア・ヘルツェゴビナを併合して。で、E は正しいかなと思いました。OK、E 正しい。5と正で、回答は3ですね。OK。次、マーク23いこうか。マーク23、1にしました。うん、1にした。まあ、これ簡単ね、どうぞ。まあ、ニクソンは、大統領は、一番最初の E のニクソン大統領はアメリカで、うん、U が書いてあるボックスは、うん、まあ、インドとソ連の選択肢があるんですけど、うん、まあ、日本帝国主義の再起に対して、うん、まあ、友好を強化するって書いてあるので、まあ、インドはちょっと地理的におかしいかなと思って。いいね。これ条約の内容、条約名は何なん ?Y は。条約名は日ソ、あ、中ソ共同宣言。ん?中ソ友好同盟相互援助条約です。すみません。はい。もう日本に米軍がいて、米軍に協力してるぞっていう、その在日米軍をまあ仮想的としてるわけよね。中ソ友好同盟相互援助条約。長えな。よし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 。で、マーク21は1でした。で、マーク24は?マーク24は3にしました。根拠はこれちょっと難しいよね。そうですね。まず、まあ、あ、間違えた。XYZ の順番なので、まず、X が、ニクソン訪中何年?ニクソン訪中は、ニクソンなので、金がないで、なるほど。金がない。ブレトンズ、あれか。キンドル交換停止か、71か。はい、ニクソン訪中、夏っこいニクソン訪中じゃね ?72 じゃないかな。ああ、はい。ほんで、うわ、簡単でしょ。うは、これだから、Y が、その、50、これが年号わかんなくて、うん、まあ、でも、51年とか、71年とかより前だなって思って。これだって絶対朝鮮戦争の前じゃん。中ソ友好同盟相互援助条約のせいで朝鮮戦争だから。ああ、そうです。確か50年の1月か2月か3月ぐらいだと思うよ。で、50年の6月25日に625動乱、朝鮮戦争。中ソ友好同盟相互援助条約って、共産側が強くなりすぎて、軍事バランスが崩れて、北朝鮮が攻め込んできた。そんで、Z は?で、X と Z の順番がちょっと分かんなくて。うん、いや、絶対分かるって。これ多分ね、これ72なんですよ。だって、これ国交開くんでしょ?はい。アメリカの動きなしに日本が先に中国と国交開くことありえないでしょ?はい。それで行きました。あ、OK。だから、これ、X と Z 多分同じ年なんだけど、X の後に Z なのよね。はい。年号で処理させないよ、この問題。アメリカの先を越して中国と仲良くするはずがないっていうふうに多分、作問者は溶かしたくて。回答は YXZ。YXZ、回答3やね。これいい問題だなと思ったんやけど。はい。OK。マーク25いける?マーク25は2にしました。中華人民共和国の国際環境は2ですね。1消して。1が、まず、国共合作の話なので、下線部 A の中の国際環境についてって書いてあったので、うん、下線部 A が、それは当時のって書いてあるんですけど、中華人民共和国で書いてるから、はい、国境を作って中華民国の時代じゃんってことよね。はい。まあ今も台湾に中華民国あるけども、国境内戦よりも前の話、第二次中華人民共和国建国よりも前じゃんって話だよね。はい。計3はで、3が、大韓民国じゃなくて、北朝鮮。うん、北朝鮮を支援して。なんでこんな簡単すぎる問題作るんかな。4はで、4が、これは天安門事件の話なので、うん、ゴルバチョフが訪中した年とかのあたりを考えて、1989年ぐらいの話。1985以降だよね。冷戦終了以降だよね。はい、ゴルバチョフ就任以降だよね。これ俺が中学生の時はね。なんか歴史上のイベントではなくて、なんか俺の経験とかね、感想が結構多いんだよね、現代史。回答2ですね。はい。OK。マコーリの話、おもろかったけどね。難しかったけど。そうですね、これも。これ、授業中、ほら、たまに俺が言うけどさ、その、母国語で大学で授業を受けれる国って少ないよって話だよね。言っていいのかな、はい、うちらは日本の大学行って日本語でその大学の授業を受けれるけど、結構な言語それできないよっていう。まあ、このマコーリーによる覚書の表現使うと、この一番上の科学的情報を伝える語彙を持たず、貧弱ですようなため、いかなる貴重な作品もそれらの言語に翻訳するのは容易ではありませんっていう。まあ、日本語は何だろう。進化して高等教育に耐えうる、科学に耐える言語になったんだけど、じゃあそれ頑張ったの誰？まあいっぱいいるけども、例えば文系だったら文系でそういうの。夏目漱石とか。ちげえよ。福沢諭吉だよ。だそうそう、パーラメントをね、国会とかね、デモクラシーを民主主義とか訳してったじゃん。ディベート議論とかさ。あれがあって、まあ、ゆきちがやんなくても誰かやったかもしれないんだけども、あれがあって、うちら大学で日本語で母国語で高等教育受け入れるよっていうのはあるよね。まあまあ、マコーリーの話おもろかったんやけども、さて、いくぜ。マーク26、絵は何語よ？絵がサンスクリット語。OK。サンスクリット語。なんで？まあ、古代インドの音楽作品だからね、はい、古代インドの雅美な言語で、で、まあ、それで26番解くと、うん、まず、シャクンタラがサンスクリット語なんですけど、そうね、ルバイヤートは、イランのやばいやつでしょ？イランのやばいルバイヤートだよね。はい、酔ってるのか、あらよ、みたいな。とこイスラムだし、古代インドじゃねえし。で、続けてで、まあ、なので、イランなので、ペルシャ語と考えて、ウマル・ハイヤームのペルシャ語って考えて、で、資料から読み取れる事柄が、まず W にしたんですけど、X は、マコーリーが話をした東洋学者の中に西洋の文系の優位性を否定する者がいるっていうのは、文章中だと、これ国語ですよね、うん。国語だよね。まあまあ、俺、おもろかったら、まあいいんだけどね。まあ、これ頑張っていこう、これから共通点。国語と融合だ。続けて。ちょっと待ってくださいね。で、後半の方に書いてあるので、私は東洋の学問を、ちょっと今探してます。これはね、優れたヨーロッパの図書館のたった一棚分の書物が、インドやアラビアの言語で書かれたすべての文献に相当することを否定する人を見ませんでした。ややこしいよな、この文章な。二重否定の問題。二重否定ふざけんな、マコーリー。もうちょっと軽く言えよっていう。そうだよね、だから、100% 欧米の方が優れてるってことで、ヨーロッパの方が優れてるってことだよね。西洋の文系の優位性を否定する者はいない。いない。で、ダブルが正解になるから、あとダブルで1が正解ね。OK？ はい。はい。よし。次行こっか。あとちょっとだ。あ、今英語が終わった。今英語が終わった。そうなんよ。これ、ちょっとね、早めにやったり、別に YouTube ライブさ、はい。合わせてやればいいじゃんって思うかもしんないけどさ、なんかもう、多分すごい数になるよ。チャットの数がさ、読み切れなくなるから。あ、はい。昔、上智でなんかそんな感じがあったから、ちょっと、もうやってしまおうぜ。はい。マーク27どうぞ。マーク27は3にしました。なので、AY です。お、論拠聞こうか。これもちょっと国語っぽいんですけど。国語ですね。はい。まあ、絵が文章中に書かれている。どこに書かれてたので、まあ、上から3行目ぐらいから。上から3行目？ん？この辺だったっけ？このより高度な学問を追求手段を持つみたいな話が、うん、あ、なんか俺もっと単純に、はい、ここ公共行く委員の半数の委員は英語であるべき残りアラビア語とちょっと待ってね、なんか狂ってない？今の議論は何を議論してたっけ？役人を養成するってどこだったっけ？ああ、役人養成って書いてあったよね。どこだろう。やべ。役人養成ってどこだった？あ、そっか、合ってんだ。現状では、そうだよね。シュハイが言うとおりは、現状では彼らは土着語でない。そうか、国家、上か。まず、その、インドの地元の言葉は、もう、ダメすぎると。で、ダメすぎるから、ダメすぎるっていうのと、ちょっと待って、今どこと言ってるっけ？27です。マーク27。27？ はい。27と言ってたっけ？そうです。うとえの検討です。回答はだよね。英語とインド諸語の両方理解するインド役人を育成するためだよね。僕、それ選びました。で、その場所は、どこだ？なんか分かっち、回答は分かるんだけど、場所どこだろう。なんか前半全体要約したらそういうことかな。そういうことになっちゃうよね。うん、はい、じゃあそういうことにしよう。ライブの先生に任せよう。そんで、Y はZ じゃあ処理して。Z がムスリムと仏教徒を対立させるためにベンガル分割例じゃなくて、ムスリムとヒンドゥー教徒。ムスリムとヒンドゥー対立だから、回答は、y と a で3ですね。はい。で、マーク28、ここか。ムガル帝国はどれ ?2 にしました。OK、1消してって。1がペルシア語を元に生まれたのはウルドゥー語。ああ、ペルシア語を元にウルドゥー語だし、ペルシャ語とトルコ語とヒンズー語が混ざってウルドゥー語を現在のパキスタンの国語になるんだけども、ペルシャ語は引用系じゃん。はい。タミル語は何系？タミル語系？違う、ドラビダ系だよ。ドラビダ系タミル人じゃん。はい。3は？ワイアンはジャワ島。ジャワ島の、まあ、観光になってるよね。ジャワとか。どこだったっけ？バリ。4は？4はティムール朝。ティムール帝国ね。OK。で、OK。じゃあもう次行こっか。マーク29、まあ、場所からまで国家、地域1はどこなの？シチリアと。シチリア。どっから判断？ガリバルディという人がイタリアとの過程でこの島の占領を。OK。あと、イタリア半島と北アフリカの間。だね。シチリアやね。で、2は ?2 はブリーテン島かなと。OK。まあ、イギリスだよね。はい、ブリテン島だよね。イギリスだよね。万博やってるしね、1851。3は ?3 はアテネ。うん。イオニア人のポリス、近代オリンピックの第1回大会。OK。アテネとロンドンとシチリア。これ都市だっけ？別に都市とは限らないか。OK。地域。そんで、マーク29は？マーク29は1にしました。どこは違う？トルコ語じゃなくてアラビア語。アラビア語からラテン語じゃね？イスラームの影響下でってあるんで。そうだよ。イスラームの影響下でシチリアでしょ？はい。あ、そっか。確かに、やけど、アラビア語からラテン語がメインだよ。だってパレルモだし。イスラムの方が優れてんじゃん。中世の時代。はい。ああ、そうそう。イスラムの医学書とかを、はい、トレド・パレルモで翻訳していくじゃん。ラテン語に、アラビア語から。あ、はい。OK。まあ、合ってたけどね。29、1ですね。1は5分正解であると。OK、もうちょっとだ。マーク30。マーク30は、うん、アート X にしました。これなんか、ややこしいよな、まず。これ、イギリス、ロンドンの話してるのに、大陸の王家とも深く中でも何々の王位をめぐる戦争で、フランスでしょ？で、こうフランスがルール公表したよをベルギーと一緒に占領したよと。カルマル同盟北欧だからね。はい。で、E は？ E は、まあ、100年戦争の話かなっていうのが。あと X やね。丸1が正解。まあ、ノルマン朝の、次がプランタジネット朝で、プランタジネット朝の江戸さんが王位継承権主張して100年戦争だよね。OK。マーク31、これ、俺悩んだんやけど、正直。なんか、芝線のやつよりもこのマーク31に俺めっちゃ頭使ったんやけど、どれ選んだ？僕2にしました。おお、理由を聞こっか。まず、地域1がシチリア島で、まあ、僕の理由ですけど、うん、そのローマ人がイタリア半島を統一したら、うん、まず行くのが、その食料をめぐってシチリア取りに行く。まあ、西地中海取りに行くよね、まず。はい。西地中海取って、次は？で、その後に地域3がアテネなので、まあ、ギリシャなので、うん、東地中海っていうか、東地中海取り切るのは、アクティブの海戦だけどね、取り切るのは。はい、ローマってどのタイミングにした？これカイサルだと思ったよね。これローマじゃなくて、先生、これブリテン島じゃないんですか？地域2って。あ、いや、そうだ。ブリテン島を、ローマが取ったタイミング、カエサルでしょ。はい。カエサルよりも前にギリシャ取ったんかなって悩んで。分かった？僕、カエサルのタイミングとかあんま考えないで、遠いからとかそういう理由にしました。俺、今回、試験が終わって10分後にもう送信した、10分後に確定したんやけども、その10分でここだったよね。分かんなくて、正直。はい。これ、資料集に書いてあったよね。まあ、58から51のカエサルのガリア遠征。はい。で、まあ、資料集に今、ガリア遠征ってあるけど、この時、まあ、ブリテントも取っとるよね、用語集で確認。これはまあ知ってたし、一応用語集で確認したんよね。はい、で、ポーニー戦争でシチリア獲得でしょ。はい。で、ここ146年、マケドニア・ギリシャ属州化あったって。はい、で、これをなんか悩んで、なんかポンペウスがギリシャ取った、ポンペウスが東地中海結構取ったよと、全部じゃないけどというイメージが強くて、はい、悩んだ結果、まあ2しかないかなと思って2で一応調べたら合ってたね。ああ、なるほど。うん。ここをすげえ考えといて、だから芝線のところそんなに考えてなかった。そんなでは全然ノーマークだった。勉強不足かな。回答2ですね。OK。で、俺の指が気持ち悪い。ラストだ、ラストだ。32。はい。32は、まず、うが、大陰君のい。OK。大陰君ってなんで大陰君から、大陰君と考えた？まず、まあ、そもそも、この石碑が、まあ、韓国の話。うんうん、で、幼かった国王に代わり当時の実権を握っていましたっていうのもあって、うん、で、まあ、ここは幼かった皇帝に代わりとかだったら、うん、まあ生体語かもしれないですけど、あ、幼かった皇帝に代わりって生体語も確かにそうだよね。けども韓国だから大英軍だよね。はい。オッケーオッケー。そんで？で、絵が Y で、まあこれも国語っぽいんですけど。っていうかもう書いてあると思うんですけど。書いてるよな。はい。いやー、こう書いてるもんなーってな、大きな文字で容易に侵犯してくるときに戦わないのは和であり、和を主張するのはすなわち売国であると書いてるから、まあこれは、E と Y で回答は4ですね。だな。やっぱね、オーダーが難しいと思うよ。なんか思考系の問題を作りなさいって言ってなんか現代文になっちゃってる。ああ、なるほど。思考系の問題でかつ整合とか並び替えで処理させるってやっぱ難しくて、だまあどうなんだろうね。慶応経済に作ってもらったらいいんじゃね？慶応経済が一番上手だから。マーク33いこっか。マーク33は2にしました。理由聞こっか。まあ、まず、マーク33が、おについて。儒教の話だよね。儒教の話。はい。だって、朝鮮建国以来、李氏朝鮮建国以来、儒教を重んじてましたよと。そんで、丸1はで、丸1は、まあ、ゴッドベード。オッケーオッケー、進展指導やね、ゴッドベードやね。ニューゴッドベードやね。はい。ニューゴッドベード。続けて。で、3が、仏教なので、うん、議場仏教で、重要はで全身教なので、全身金だらけ、全身教ですね。金の時代ですね。回答は2やね。欧主人って別名は欧陽明ですか？そう、欧陽明やね。ああ、欧陽明は儒学を批判やね。まあ、儒学批判っていうのもちょっと難しいけどね。だって、陽明学が儒学左派っていう表現使うからね、儒学の一部だっていう見方もあるから。まあまあ、けど明らかに134が5分なんで、2が正文正解でしょう。いう最後です。ここ簡単なんやけど、時間間に合わなかったよね。え、どれぐらい時間かかった？僕は、うん。多分90分ぐらいやってましたね。これめっちゃかかるよね。これも国語は入ってるんで。国語入ってるよね。いやー、時間かかった。なんだろうね。東大とか一橋の論述の方がまだ簡単みたいなイメージがあったね、今回。めっちゃ落ち込んでんじゃないみんな。いや、どうなんですかね。ちょっと落ち込むな、みんな。これはみんなできなかったぞ。マーク34。どれですか？どれなんだ？1にしました。根拠聞こうか。まず、人語軍乱なので、は。これは、隊員軍の旧兵とかが、貧兵とかに起こした。これなんか時系列で並べると。ちょっと待ってね、逆から国家、逆から分かりやすいよね。そうそう。東亜による農民戦争って、これ、何のこと？これは、甲午農民戦争なので、東学党の乱をきっかけに何が起きた？ちなみに。日清戦争。189日清戦争やん。そんで、A は？で、A が甲信政変。甲信政変ってさ、年号を覚えさせるじゃない、右塾。はい。何年？1865？ ああ！ 1884 だよ。だって、いつも言ってんじゃん。できれば、もう、外交、工作、それでもダメな場合は戦争で、1894の日清戦争仕方ねえよと。だって10年前の甲信政変で失敗したからっていう。で、甲信政変ってあれじゃん。何 vs 何？時代党 vs、BVS、金玉金ちゃん、肝金ちゃん。で、金玉潰されたでしょ、貧費に。で、この、貧費が、確固たる地位になった、貧費がこの時代党じゃん。いつから時代になった？いつから時代になった？貧費がもう真大好きって言ったのは人語軍乱で、西太后が助けてくれたから、李鴻章と、片腕誰だっけ？袁世凱。袁世凱が助けたんよね。貧費はもともと、親日反秦だったのにもかかわらず、清朝が人語軍乱で助けて、そのギャップにころっていったわけよね。私のこと嫌いと思ってたのにこんなやってくれたなんて。で、新進になるよね。その新進に対して金玉が、飛びかかったんやけど潰されましたよが甲信政変。金玉使って朝鮮新日にしときたいなと思ったのは失敗したからじゃあもう軍隊入れましょうか日清戦争だよね。で、UAO だね。これ順番、内容の順番で解けるよね。流れで終わったぞ。お疲れ様です。終わった。もう英語も終わって、けどまだ23人しか見てね。いやそんな外で見る人は少ないと思いますよ。おお、分かった。はい、じゃあありがとうございます。じゃあありがとうございます。切っちゃうね、 YouTube ライブ。はい、じゃあ皆さん明日も頑張ってください。頑張ってください。